初代ワイオミングは、アメリカ海軍の木造スクリュー戦闘スループ。南北戦争中は北軍に属し、南軍のスクリュー戦闘スループアラバマ追跡のため、太平洋に派遣された。その後日本に寄港し、下関事件の際には、1863年7月16日に、長州藩の官邸及び砲台を攻撃した。1858年7月。 フィラデルフィア海軍交渉で寄港。1859年1月19日浸水。1859年10月に収益し、初代艦長はジョン・ミッチェル中佐であった。収益後直ちにワイオミングはホーン・ミサキを経由して太平洋に向かい、1860年4月にはニカラグア沖に達した。そこで反送戦闘するプレバントと交代し、 1861年春まで中米から米国太平洋岸での任務に就いた。1860年の晩秋にレバントが行方不明になった際はその捜索も行った。バイオミングがサンフランシスコで次の任務の準備をしていた最中に南北戦争が勃発した。バイオミングはゴールデンゲート海峡付近に泊まりカリフォルニア沿岸を航行する郵便船を保護するよう命令された。 しかしながら、南部出身のミッチェル中佐は、この命令を拒否、艦をパナマに向けた。ミッチェルは、この公明のため解任され、ワイオミングは一時的に副長のマレー大員が指揮を取り、1861年7月4日に、カリフォルニアのモントレーに舵取った。しかし、艦は不運に見舞われた。まず、メキシコのラパス沖で、サンゴ礁に乗り上げた。 3日後に離章に成功したものの、キールを破損した。さらには、石炭が不足し、モントレー到着時には、石炭庫はほとんど空であった。ワイオミングはすぐに、サンフランシスコに向かい、8月9日、新任の艦長、デビッド・マクルガル中佐が上艦した。艦は、その後、バハカリフォルニア沖のカッシューコカホゲ船を、南部の艦艇から守る任務に就いた。 続いて1862年には南米で行動している。サンフランシスコ北方のメア,アイランド海軍造船所で修理を完了した後、ワイオミングは新たな命令を受領した。1862年6月16日付の命令書は直ちに極東に向かい、南軍艦艇による私略行為を阻止するように指示していた。北軍の戦闘艦が 極東水域に到着したことはすぐに知れ渡った。南軍の戦闘スループアラバマの艦長をセメス大佐はジャワ島沖の澄んだ海峡で英国のブリックからワイオミングの到着を知り、オランダの貿易省からの情報でもそれは確認された。10月26日、セメスは自身の日記に自信たっぷりにこう記している。ワイオミングとは良い勝負になるだろう。戦闘によって 問題を解決するつもりだ。ワイオミングは搬送で航行しているそうだおそらくは石炭庫は満杯だろう。クラカタウの前に連夜停泊していることは疑いない。満月前には奇襲をかけることができるだろう両官はお互いに索敵を続けたが結局ワイオミングとアラバマは今見えることはなかった。アラバマの撃沈はできなかったもののワイオミングは 翌1863年にも極東の海に成城期を掲げることによって合衆国の名誉を保った。なお、アラバマは1864年6月19日、北軍の戦闘スループキアサージによってフランス沖で撃沈された。1863年春には、 フィラデルフィアに帰還するように命令を受けたが、東インド艦隊を離れる準備をしている最中に、事件が発生し、ワイオミングの予定は変更された。1863年5月、上位機運の高まる日本で、米国市民を保護するために、ワイオミングは、横浜に、正常期を掲げた。すでに、将軍、徳川家持は、公明天皇に対し、 1863年6月25日をもって上位を実行することを想像し、諸藩にも通達していた。多くの藩はこれを無視したが、上位運動のの中心的存在である、長州藩は下関海峡に砲台を整備し、藩兵及び老死隊からなる平船ほど、藩総軍艦2隻、上機軍艦2隻を配備して、海峡封鎖の体制をとっていた。6月25日、 長州藩の見張りが他の裏きに停泊する商船を発見した。これはアメリカ商船ベンブロークで長崎経由で上海に向かう予定であった。総武行の毛利元則は躊躇するが、草加玄髄ら強硬派が攻撃を主張し、上位決行と決まった。26日午前に一時、長州藩の香辛丸と水野とい丸は幕府海軍機を掲げてベンブロークに接近し、 攻撃を加えた。さらに、海岸砲台も砲撃を開始した。攻撃を予想していなかったペンブロークは、文護水道へと逃れた。幸いにもペンブロークに死傷者は出なかったが、予定していた長崎機構を取りやめ、直接上海に向かった。このため、事件の報告は7月10日まで横浜に届かなかった。10日夕方、上海からの公式情報が届いた。米国公使 ロバート・プルインは、ワイオミングの艦長である、マクドゥガル中佐の列席の下、幕府の担当者を呼び出し、ことの重大さと米国に対する、このような野蛮な行為は重大な結果を招くであろうと伝えた。また、このことを、米国政府が知ったなら、賠償金の請求もあるとも告げた。幕府の役人は謝罪し、幕府で処理するので米国側は何もしないでほしい旨を、伝えて退席した。 幕府の役人が帰った後に、マクドゥガルは、プルインに対し、必要とあれば、下関の敵艦を撃沈することによって、事件の沈静化をするべきと、決断を促した。また、このような無法に手をこまねえていては、上位派をつけ上がらせるだけだと意見が一致した。下関で戦闘するワイオミングこのため、ワイオミングは直ちに出港準備を開始し、 7月13日の午前4時45分、マクドゥガルが総員か,かれを発令した。15分後、ワイオミングは下関に向かって出港した。航海に2日を要し、7月15日の夕刻に、ワイオミングは文護水道の姫島の南側に闘病した。翌朝5時、ワイオミングは怒りを上げ、海峡へ向かった。9時には総員戦闘配置を発令。 大砲に実弾が装填された。10時45分には海峡に突入、戦闘開始が告げられた。陸上からは直ちに三流ののろしが上がり、ワイオミングの到着を知らせた。11時45分頃、すでに海岸砲台からの砲撃は開始されていたが、ワイオミングは戦闘機を上げ、その11インチ砲で反撃を開始した。マクドゥガルは湾岸砲台は無視し、 下関から出撃してくる3隻の長州海軍の艦艇を目指して進撃するようワイオミングに命令した。4つの砲台から砲撃を受けたが、ワイオミングは最大の射撃速度で、これに返礼した。ワイオミングは長州藩のブリックとバークの間をすり抜け、校内にいる蒸気船に向かいし近距離まで接近した。 甲信丸か水野問い丸かいずれかの砲弾がワイオミングの原則砲近くに命中し、二人が死亡、四人が負傷した。海兵隊員が一人、流散弾の破片を受け死亡した。ワイオミングは敵の真っただ中にあり、砲台の前を通過した直後に水路図にない浅瀬に座礁した。水野エイヌは、軽流策を解き、ワイオミングに向かってきたおそらく雪原して、 切り込みをかけてくると思われた。しかし、上院の働きで離唱に成功し、11インチ、ダルグレン砲で水の絵土の絵丸を砲撃した。一発の砲弾が、水の絵土の絵丸のボイラーを爆発させ、もう一発が致命傷となり、水の絵土の絵丸は沈み始めた。上院は脱出した。続いて、ワイオミングは更新丸と、水の問井丸に向かい、正確な砲撃を加え、 甲信丸を撃沈し、水の問い丸を大破させた。いくつかの砲弾は敵艦を超え、市街地に着弾した。マクドゥガルは海軍長官のギデオンウェルズに対する7月23日の報告書で長州藩に対して与えた懲罰行動は彼らにとってすぐには忘れられないものとなることを確信していると述べている。一時間強の軍事行動の後、ワイオミングは 横浜に引き返した。11箇所に被弾し、煙突と作具に相当の被害を受けていた。人的被害は比較的に少なかった。4人が死亡、7人が負傷した。ワイオミングは条約を守らせるために日本を攻撃した最初の外国軍艦となった。ワイオミングのフィラデルフィアへの帰還はアラバマが引き続き極東で行動していたためお預けとなった。 ワイオミングは修理を完了し、オランダ領東、インドへ向かい、続いてクリスマス島が南軍艦艇の補給基地として使われていないかを調査した。島は無人であり、補給基地として使われた形跡は発見されなかった。ワイオミングはジャワ島のアンジャーに戻ったが、そこでマクドゥガルは11月10日、すなわちワイオミングがクリスマス島に向けて出港した翌日に、 アラバマが住んだ海峡を抜けたという驚くべき事実を知った。その日の正午にはアラバマとワイオミングはたったの25マイルしか離れていなかったことになる。マクドゥガルのバタビアからの11月22日報告はその後東インド水域のアラバマが潜んでいそうな場所はすべて捜索したと述べている。ワイオミングのボイラーは高圧が出せなくなっていたがマクドゥガルは アラバマを捕捉するためにあらゆる努力を行うと約束した。バイオミングはアラバマの捜索にシンガポールに向かったが、そこでも何も発見できず、澄んだ海峡近くのリオに向かった。さらに北上し、クリスマスイブにはフィリピンルソン島のカビテに停泊した。そこでスペイン海軍の行為によりボイラーの修理と石炭の搭載を行い、香港さらに中国の候補に公開した。 ワイオミングは1864年2月も、新出規没のアラバマの捜索に当たった。米国の権益保護のため復讐に向かい、そこからさらに香港を経由して、東、インドに航海した。バタビアに到着した時、マクルガルは、ボイラーの故障は深刻であり、米国に戻って修理するほかないと判断した。ジャワ島のアンジャー、希ボ,ボン、セントヘルナ、 セントトーマス島を経由する3ヶ月の航海の後、1864年7月13日、ワイオミングはフィラデルフィア海軍交渉に到着した。初の任務から地球を一周して戻ってきたことになる。しかしながら、ワイオミングに休暇は許されなかった。東海岸における南軍の砲艦フロリダの行動が疲れ果てたワイオミングに別の任務を与えた。 フィラデルフィア海軍交渉の司令官であるコーネリアス、ストリブリング大将は到着したばかりのワイオミングにフロリダ捜索命令を告げた。ストリブリングはマクドゥガルに対し長期間の航海と重要な任務を果たしてきたばかりの君と上院にこの命令を告げなければならないのは残念だが、南軍の死略船を打破することの重要性に鑑み、 君とその部下が喜んで任務を遂行することを期待すると訓示した。バイオミングは徹底的な修理なしに再び海に出るのは不可能であった。長期間米国の海軍交渉での修理を受けていなかったため機会はガタガタであった。5日間の間新たな任務のための努力を行ったがボイラーからの蒸気漏れのため7月19日には フィラデルフィアに戻らざるを得なかった。結局完全なオーバーホールのため、7月23日に任務を解かれた。次の任務は1865年4月11日からで、あり、ジョン・バンク・ヘッド・中佐が艦長に任命された。ワイオミングは東インド艦隊に配属され、9月25日にシンガポールに到着した。そこで、南軍のシェナンドを捜索する任務に就いた。 この南軍の試略戦は南北戦争が終わって1ヶ月経っても未だ海上にあった。1866年中は東インド艦隊の一員として活動し、1867年にアジア艦隊に再編されると引き続きその一員として止まった。1867年4月28日、横浜を出港したワイオミングは台湾に向かった。6月13日、 台湾沖で座礁した、米国の商船、ローバーの乗員が、台湾原住民に殺害されたため、それに対する討伐に加わった。この時、両艦ハートフォードと共に、陸戦隊を上陸させている。極東での最後の任務を終了した後、1868年2月10日に、米国に戻り、ボストンにおいて、最終駅可能な状態で係留された。 1870年から1871年にかけ、ポーツマス海軍交渉での徹底的な修理の後、1871年11月14日に、ジョン・デイビス中佐を艦長として、最終役した。1872年から1874年にかけて、ワイオミングは、北、大西洋艦隊のところ艦として、キューバのハバナ、フロリダ州のキーウェスト、 パナマのアスピンウォール、キューバのサンティアゴ、ジャマイカのキングストン、プエルトリコのサンフアン、キーウェスト、バージニア州のハンプトンローズ、マサチューセッツ州のニューベッド報道を訪れた。この西インド及びメキシコ湾に合衆国国旗を掲げる公開を終了した後、ワイオミングはワシントン海軍交渉において1874年4月30日から2年間待機した。 ベテラン館となったワイオミングは、1877年には、ワシントンで、新兵収容館となった。1877年11月20日に、パリ万国博覧会の展示物を運ぶ任務が与えられ、1878年4月6日に、東海岸を離れ、フランスへと向かった。ルアーブルで荷物を降ろした後、フランスのルーアン、英国のサザンプトンに寄港し、 6月25日に米国に向かって出港した。8月22日にノーホークに到着し、9月中頃にワシントンに向かった。11月初めにはニューヨークに寄港し、11月26日ヨーロッパ艦隊の所属艦となり出港した。1878年のクリスマイブ、バイオミングはニースの東6キロメートルにあるビルシュルメールに到着した。 1879年1月24日、トルコのスミュルナに向かうまで、そこに泊まった。ワイオミングは1879年と1880年の間、地中海と国海の歴史的に有名ないくつもの港を訪れ、1880年11月に帰国の途に着いた。1881年初めに米国に戻り、5月21日に、 ハンプトンローズに到着した。6月15日にはサウスカロライナのビュフォートに向かい、さらにそこからメリーランドのアナポリスに向かった。1882年10月30日、ワイオミングが任務を解かれ、海軍兵学校の管理下に入った。そこで次の10年を海軍兵学校生徒の練習官として過ごした。1892年5月9日に、 マサチューセッツのアーリントンで売却された。ありがとうございます。